どうやら依頼は無事完了したようだな。ご苦労だったと。本来ならば事務所に返してコーヒーをご馳走してねぎらいたいところだが、直ちに新宿へ向かってほしい。新宿で怪事件が発生したようだ。君の目で確認してきてくれないか。警察が本格的に動き出す前にな。頼んだぞ。聞こえてたよ。すぐに行かなきゃいけないんでしょ。ありがとう。君がいなかったらこの子たちを助けられなかった。なんだか大変そうだけど君も頑張ってね。私も頑張るからさ。ありがとう。またね。
おいおい、こいつはすげえな。オタク、これが何なのか知ってたりする？だよな、さすがにこんなわけわかんねえ現象見たことねえよな。けどさ、これなんとなく中に入れる感じしねえ？こらてめえら、現場に近づくんじゃねえ。そっから一歩でも近づいてみろ、まとめて逮捕すっぞ。ああ、ち、なんかやかましいのが出てきちまったな。現場保存は捜査の鉄則だこら。そいつを乱す輩はこの伊達真紀子様が容赦しねえ。厄介なことになる前に俺はずらかるとするか。ほらそこ、動くなってんのが分かんねえのか。あ、お前どっかで見たことあんな。確かなんとかっつうハッカーチームの。やっべ、おい走るぞ。どうやら逃げ道はここしかねえみたいだな。ま、物は試しってやつさ。どうなってんだ、異常すぎるだろこれ。まるで2つの世界が交差してるみてえだ。わっけわかんねえ。俺の頭がおかしくなったってわけじゃないよな。けどまあ、さすがに警察もここまでは追ってこねえだろう。鬼が出るか、蛇が出るか。まあ何かが出てから考えようぜ。We'll be right back.
どうかしたか？いや、さっきからずっと黙りこくってるよな。あ？事務所に状況を報告したい？でも繋がらない。つうか何？事務所って。勤め先の探偵事務所？電脳探偵になったエヘンプイ？エヘンプイ？じゃなくて電脳探偵？電脳の探偵？マジかよ、すげえな。おい、なんかよくわかんねえけど、とにかくすげえな。やっぱオタク斜め上すぎだわ。いや、褒めてねえし。ま、とりあえず通信は諦めるんだな。俺もさっきから試してるけど、ここに入ってからネットとつながる気配ゼロだ。デジタルウェーブの状態が不安定なんだろうよ。まさかデジタルウェーブの説明を俺にさせようってんじゃねえよな。